今日本競輪学校98回生卒業記念レースに来てます。どんなレースになるのか楽しみです。ほいで、というわけで期待のルーキーを探しに私武田かりが日本競輪学校に行ってきました。今回は98回生前編をお届けします。まずは決勝レースからご覧ください。決勝レースを走るのはこの9名。果たして優勝は誰の手に？優勝を果たしたのは2番車の増原雅人さん。同期の生徒から祝福の胴上げを受けます。ここで見事3位までに入賞した生徒にインタビュー。まずは3位に輝いたこちらの方から。東京都辻中邦弘です。師匠は高橋大作さんです。大作さん、はい、はい、ということは出身校は？出身は日本大学。日本大学、はい、大作さんも日本大学ですもんね。そうです、はい、はい、日本大学の何部だったんですか？自転車部で、はい、自転車してました。自転車じゃずっと？そう、高校から自転車競技始めて、もう大学の自転車で行ったって感じです。どんな選手になっていきたいですか？これも大学の先輩になるんですけど、あの小島啓司さんとか、はい、やっぱり G1 であの先行で活躍されてる選手なんで、僕の目標ですね、はい、今日卒業レース3着、はい、はい、ご自分的にはいかがですか？いや、もう卒業の優勝、決勝だったら先行するっていうのは決めたんですけど、まあ、早めに行かれたんで、まあ、3着は3着でいいんですけど、でもやっぱり一応悔いの残るレースでした、はい、じゃあぜひプロで。プロになったらもう先行で一生懸命頑張ります。はい、まあ、京都出身で東京登録っていうことで、まあ、ちょっと京都帰ってこいよっていう声もあったんですけど、まあ、大学東京だったんで、まあ、大学で頑張ってた先輩とまた東京で一生懸命頑張るで、まあ、これからも応援よろしくお願いします。せっかくなんで、はい、京都弁でも意気込みをお願いします。じゃあ応援よろしくお願いお願いどすそれは使わないですよね。これはもうそうですね、花増し言葉ですね辻中さんの G1 での選考期待しています。続いてはこの方。では98回生在校1位のお名前を。東谷翔太です。はい師匠はどなたになりますか？師匠はいません。いません、はい、師匠さんいなくて大丈夫ですか？そうですね、今のところはなかなか珍しいケースですよね。はい、でも東谷さんといえばいろいろアマチュアから活躍されてますよね。はい、大学でも自転車やってました、はい、本当に記録的にはすごいですよね。なんか全アマ競輪1位、全アマ競輪1位、全アマ競輪1位って17年から平成19年まで毎年1位で。そうです。すごいですね。全然大丈夫です。いや、そんなことないですよ。でしかも師匠もいなくて。はい、うん、すごくストイックなんですね。そうですねだといいんですけどこの卒業レース今日ありましたけれども、はい、決勝戦出られてどうでした？そうですね、やっぱレースの流れ的にはもう完全に自分のレースだったんですけど、最後刺されちゃって、まあ、悔しい思いはしましたけど、でもまあ自分の力は全部今のベストを出せたので今後に生かしたいと思います。で今後どんな選手になっていきたいですか？そうですね、やっぱり自分がこの競輪はじめ競輪にチャレンジさせてもらったのがやっぱりそのイベントで、はい、すごいなっていう刺激を受けたことから始まったイベントっていうのは、あの丸の内とか北京オリンピックの前に選手の方とかとあのちょっと触れ合いとか、はい、させていただいて一緒に走ったんですよ。そうですね。
その時の写真がこちら。トップレーサーたちと一緒に走ったなんてすごいです。普通にもうかっこいいなっていう、なんか威圧感というかオーラというか、そういうのを感じたので、僕もそういう選手に誰かに何かをこう伝えられるというか、感じるというか、そういう選手になれるのが最高かなって思います。まあ、この学校生活1年間学んだことをプロになってから生かして頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。デビュー後の走りを期待しています。最後は卒業チャンプのこの方。98回生卒業チャンプのお名前をお願いします。広島の増原雅人です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。卒業チャンプ胴上げされてる瞬間いかがでしたか？はい、その時はあんまり実感わからなかったんですけど、カップをもらった時にすごく実感感じて嬉しかったです。どんな実感ですか？カップ重くて、はい、その重みがやっぱり勝利の重みって副校長先生に言われたんで、はい、それで実感しました。この組織チャンプっていうのを狙ってたんですか？そうですね、もう決勝は勝ちに行くレースをと思って、はい、臨みました。でも雅原さんっていうと、はい、競輪歴っていうのは？いえ、アマチュア歴が1年で学校入って10ヶ月なんで、はい、1年10ヶ月です。はい、1年10ヶ月で、はい、卒業チャンプ。いや、今回でも本当に展開が良くて、前走ってた東也君は同じ組で、プライベートでもすごく仲良くて、そういうのもあって、はい、本当に東也君が強かったです。いやいや、でもすごいですね。ありがとうございます。もうずっと98回戦の卒業チャンプは雅原さんと登っていきますからね。そうですね、やっぱりいい意味でいろんな人に注目されると思うんで、これからも腐らずに練習頑張っていきたいですね。はい、そんな雅原さんが競輪の世界に入るきっかけっていうのは？はい、それもスノーボードをやってて、はい、それのトレーニングで自転車組んでバンクに入った時に、はい、師匠である55分の和田聖子さんが、はい、ちょうど入ってこられてて、すごくいいタイミングで話を聞いて、はい、目指すことにしました。その今おっしゃってたスノーボードも、そのなんていうんですか、トレーニングで自転車っておっしゃってましたけど、そうですね、スノーボードは選手？選手、はい、それ一応大会出たりとか、はい、してました。はい、でも広島の草大会とかなんですけど、はい。なのに、その勧められて、はい、もうスノーボードやめて、じゃあ競輪に。スノーボード自体はずっともう十何年やってるんですけど、はい、やっぱり予備提供とかがあっても、はい、それだけで食べていけなくて、ずっと仕事もしてたんですよ。そういうのもあって、スノーボードじゃなかなかご飯食べれないなと思って、競輪を志しました。やっぱりその競輪界の賞金っていうのは？そうですね、それもですが、やっぱり頑張ったら頑張った分、はい、帰ってくると思うんで、そこがやっぱ一番魅力を感じました。今後どんな選手になっていきたいですか？そうですね、学校では競争訓練まくりが多かったんですけど、あまりもうスタイルにこだわらず、持久力をつけて、はい、先行どんどんできるような選手になりたいです。頑張った分だけ帰ってくる。そうですね。はい、じゃあもうせっかくなんで、その十何年間やってたスノーボードを、はい、ぜひご披露していただきたいです。あ、ここでですか？わかりました。ぜひお願いします。はい、行きます。デビューしたら地元でファンに愛されるような選手になりたいです。これからも応援よろしくお願いします。雅原さんがファンを魅了する日を楽しみにしています。さて、後編も98回生の素顔に大接近。お楽しみに。